皆様はじめまして今年も AWS アンプリファイのご紹介をさせていただきますソリューションアーキテクトの鈴木と申します本日はよろしくお願いいたしますはい。それではですね。本日はレベルアップ AWS アンプリファイ爆速かつスケーラブルなフルスタックウェブモバイルアプリケーションの開発というタイトルでアンプリファイのご紹介をさせていただきます はい、でとこのセッションを担当いたしますソリューションアーキテクトの鈴木と申します。えー、普段はですねエンタープライズのお客様であったりモバイル関連のアーキテクチャのご支援をさせていただいております。 はい、でと本日お伝えさせていただきたい内容なんですけれども、まあ、どうしてもですねアンプリファイのイメージとしては、まあ、どうしてもプロトタイプとか、まあ、もしくは小規模での開発を高速にするとか、まあ、そういったイメージを持たれている方は非常に多いと思うんですけれども本日はですねあのぜひそういったイメージを持たれている方に、まあ、アンプリファイはです、ね、爆速で開発ができるだけではなくて、まあ、サービス規模そして開発体制の規模問わずにですねあの使っていただけるフレームワークだということをお持ち帰りいただければと思います。 なのでですね、これからアンプリファイを始める方も、まあ、もしくはもすでにアンプリファイを使っているといった方のですね、どちらにもあの知っていただきたい内容をえ詰め込んでおりますので、えー、最後までお付き合いいただければと思います、はいえっと。それでは具体的にこのセッションで紹介する内容なんですけれども、えー、前半はですね、最新のアンプリファイスタジオを含めて、まあ、改めてアンプリファイの使用機能ですを、ねまあ、少し応用的な使い方も含めてご紹介させていただこうと思います。 えー、そして後半はです、ね、アンプリファイにおける、まあ、グラフ QL のです、ね、スキーマ設計について、まあ、各ディレクティブの使用方法であったり、まあ、注意点についてお話しさせていただければと思います、はい、それでは早速前半なんですけれども、まあ、アンプリファイの主要機能であるこれらの4つの機能についてです、ねまあ、少し発展的な使用方法も含めてご紹介させていただきま,す、はい、ではまずはアンプリファイ CLI についてです この AmplifyCLI なんですけれども特徴としてはですね対話的なインターフェースでクラウドフォーメーションテンプレートの生成とまたデプロイをしてくれるコマンドラインのですねインターフェースなんですけれどもこちらを使っていただくメリットとしては各サービスごとにですね初期設定をしていくのではなくてこういった API とかファンクションとかそういったようなですねカテゴリー単位で必要になるリソースを自動的に生成してくれることがですね一番のメリットとなっております。 なののででこちらのですねあの上の図のように、まあ、例えば API カテゴリーとして、まあ、グラフ p h q l を選択した場合は、まあ、自動的に AWS AppSync のグラフ p h q l エンドポイントとあとはデータソースとなる、まあ、AmazonDynamoDB そして DynamoDB にクエリするための AppSync、まあのリゾルバーまで自動的に生成してくれます、はい、でまたですね自動生成された、まあ、汎用的な設定だけではなくて、まあ、自身である程度カスタマイズしたいといったような場合はですね こちらのアンプリファイオーバーライドといったコマンドを使用していただくことで AWSCDK を使ってですね自動生成されたものを上書きしていただくといったことが可能ですなので本来はアンプリファイ CLI を使うことで、まあ、各サービスをですね個別に意識しなくてもいいといったメリットがあるんですけれども、えー、まあ例えばですねアップシンクの AWSX y によるトレースを有効化したりとか、まあ、もしくは同じくアップシンクの s まあデータソースのオープンサーチサービスのインスタンスを変更したりとかまあそういったですねサービス単位の,あの細かいカスタマイズといったところもまあこちらのアンプリファイオーバーライドコマンドでえ実施していただくことが可能です。はい、そしてですね自動生成したリソースを上書きするだけではなくて CLI で,で, CL では定義できないあのリソースを新規に追加していただくことも可能です。 でこちらはです、ね、あのカスタムカテゴリーとして、えー、CDK もしくはクラウドフォーメーションのインターフェースを使って任意のサービスをアンプリファイのバックエンドとして新たに追加していただくことができます。なので、えー、例としてはですね、まあ、例えばデータソースとして AmazonRDS を追加したいとか、まあ、もしくは AppSync に新たにパイプラインリゾルバーを追加したいとか、まあ、そういったですねあのカスタムのバックエンドリソースに関しても、えー、このアンプリファイの中だけで完結させていただくことができます。 で一方で、ですね、Amplify CLI で、まあ、一から各サービスを新規作成するだけではなくて、ですね、えー、場合によっては他のプロジェクトで使っているサービスを共有で使用したいといったこともあるかと思います。まあ、特によくあるのが、他のプロダクトと同じ、えー、共通のですね、コグニトユーザープールで、えー、API にアクセスさせたいといったようなケースですね。えー、そういったような場合にはですね、こちらの Amplify イ,インポートコマンドを使っていただくことで、 えー、既存のコグニトユーザープール、まあ、もしくはアイデンティティープールの設定をローカルに出力していただくことができます、はい、ですのでこの設定をしていただければあとはアンプリファイライブラリから透過的に既存のコグニトに対して既存のコグニトを参照してくれるといったことができるようになります、はい、そしてですねアンプリファイ CLI の特徴といたしまして、えー、今までご紹介したようにですねリソースの作成といったところも大きな特徴なんですけれども もう一つのですねメリットとしてはこちらのアンプリファイ・モックコマンドを使ったローカルテストといったところもですねあの大きなメリットになるかなと思います。でこちらはどういうものかといいますと1、まあ、つとしてはですねアップシンクのグラフ p h a p i だったり、まあ、もう1つはラムダ関数そして AmazonS3 のファイル操作など、まあ、そういったものをですねあの実際にクラウド環境にデプロイしていただくことなくローカル環境だけでモックテストしていただくといったことが可能です。 そしてですねその Mock テストをしていただく際なんですけれども Amplify イライブラリから参照する AppSync のエンドポイントとかまあもしくは S3 のエンドポイントに関してはこの a m p l i f y ーライ側でえまあ自動的にですね Mock が実施されている際はえーまあローカルホストで通常時に関してはクラウド上のエンドポイントといったようにえ自動的にですねエンドポイントを書き換えてくれますのでえまあクライアントのコード側でですね あのそういったエンドポイントを書き換えていただくといった必要なくローカルテストを実施していただくことが可能です。はい、そしてですねこの Mock テストをする際なんですけれども、まあ、例えば AppSync のラムダリゾルバーから他のリソースを参照したいとか、まあ、例えば a w s シーク c ットマネージャーの API を参照したいとかあのそういったこともあると思うんですけれども、まあ、この Mock テストがですね実施されている間のラムダの実行ロールに関しては こちらアンプリファイのプロジェクトをです、ね、初期化していただいた際に指定したローカルのクレデンシャルを参照しますので、まあ、そこにですね、適切なアクセス権限が与えられていれば、まあ、ラムダからですね、他のリソースへのアクセスも含めて、えーまあ、特にですね、ラムダ関数にクレデンシャルをハードコードすることなくローカルテストをしていただくことが可能でです。はい、では続いてはアンプリファイライブラリーについてご紹介させていただきます。 はい、でこちらアンプリファイライブラリーなんですけれども、まあ、こちらもですねアンプリファイ CLI と同様に、まあ、各 AWS サービスをですねあの個別に、まあ、個別の API を直接呼び出していただくといったような必要はなくてですね、まあ、カテゴリーごとにまあ抽象化された API を使用していただくことができます、まあ、特にコグニトのトークン管理だったり、まあ、署名プロセスですね まあ、そういったあの複雑な処理っていうのをアンプリファイライブラリーに任せられるっていうのはですね、非常に大きなメリットかなと思います。そしてですね、このアンプリファイライブラリーなんですけれども、まあ単独で使っていただくことも可能です。まあなので、バックエンドがアンプリファイで構築したものではないとか、あの、そういったような場合でもですね、まあ、クライアント側での、まあ、あくまでもコグニ島の連携のために、あの、活用していただくとか、あの、そういったような使い方も可能となっております。 はい、では実際にですね AmplifyCLI は使わずに Amplify イライブラリーだけを使用する場合どうすればいいかなんですけれども、まあ、例えばこちらの例では AWS SAM を使って AppSync、まあの API を開発している場合なんですけれども、まあ、そういったような場合は AppSync、ねまあの、えーまあ、エンドポイントであったりもしくは AppSync の認証方法などを Amplify、ね、イライブラリー側で指定してあげることで、まあ、あとは CLI で作成したリソースと同様にライブラリーから グラフのエンンドポイントを参照するとといったことが可能になりますなので,あのそうです、ね、例としては例えばバックエンドチームとフロントエンドのチームが完全に分かれているとかもしくは既に既存の API があるとかあのそういったような場合でもです、ね、こちらのアンプリファイライブラリをご活用いただけるかなと思います、はい、で一方で,です、ね、今度はアンプリファイ CLI で作った環境を共有したいといったような場合もあるかと思います まあ例えばクロスプラットフォームで同一のバックエンド環境を参照するとかもしくは同一のバックエンドを複数の開発者で共有するとかあのそういったような場合を考えますと、えー、そうですねそういったような場合なんですけれどもこちらの AmplifyPl コマンドを使っていただくことで、えー、既存のバックエンド環境の情報を丸ごとローカルにですねインポートしてくることが可能ですなのでこの AmplifyPl コマンドを使っていただくことで えーまあ、フロントエンド側のユーザーにはですね、まあ、バックエンドを編集できる権限は与えずに、えー、アンプリファイライブラリーから既存のバックエンドに接続するといったような状態をですね作成することができます、はい、で一方でですねこのバックエンドだけではなくてアンプリファイライブラリスのです、ねまあ、クライアント側のですね設定もカスタマイズしていただくことが可能です。 でカスタマイズしていただく際なんですけれどもこちらアンプリファイ c ライは使わずにですね、えー、クライアント側でデフォルトの設定を上書きしていただけるんですけれども、まあ、例えばですねアンプリファイライブラリでは、まあ、デフォルトで、えー、まあローカルストレージにですね、トークンを保存するんですけれども、まあ、その保存場所を、えー、まあ例えばクッキーにするとか、まあ、もしくはセッションストレージに変更するとか。 あのそういったですねクライアント側の設定に関しても、えー、こちらでですね設定していただくことが可能となっておりますはいでは続きましてアンプリファイ・データストアについてもご紹介させてくださいこちらですねアンプリファイ・ライブラリの機能の一つとして提供されている GraphQL、まあのですねクライアントライブラリになるんですけれども まあ、特徴といたしましては、まあ、オフライン時におけるローカル処理だったり、まあ、もしくはオフラインからネットワークがオンライン時に戻った時の、まあ、データの動機とか、まあ、あとはコンフリクトの解決などを、まあ、特にです、ね、クライアント側であのその部分のロジックを実装することなく、えーまあ、そういったオフライン処理を実現できるです、ね、グラフ QL のクライアントライブラリーとなっておりますでこのアンプリファイライブラリーなんですけれどアンプリファイライブラリーの中では、まあ、このデータストア以外にもですね 通常のグラフ QL クライアントも提供しているんですけれども特に IoT デバイスだったりもしくはモバイルアプリなどですねそういったオフラインでも継続的にです、ね、動作する要件があるといったような場合はこちらの a m p l i f y データストアをご活用していただけるかなと思います、はい、でこの a m p l i f y データストアのですの、ね、具体的な使用方法なんですけれども こちらスキーマーさえ定義してしまえばですねあとはクライアント側ではどういったグラフ p h q l のクエリを発行するかとかあのそういったところはですね特にクライアント側からは意識せずに直感的な API でですねオフライン処理だったりクラウドとの同期といったところをです、ねえー、含めてデータの操作をしていただくことが可能ですはいでは続いては AmplifyStudio についてです。 はい、でこちらですねアンプリファイ・スタジオの特徴といたしましては、えー、FIGMA で生成したデザインコンポーネントを AMPLIFYUI というですねあのアンプリファイが提供している CSS のフレームワークがあるんですけれども、まあ、そちらにマッピングする形で、えー、リアクトのコードに、えー、直接変換するといったことがですね、えー、特徴となっております。 でこちらですね、あの素の CSS が出力されるといったわけではなくてあくまでもアンプリファ UI にマッピングされた、まあ、可読性の高いコードがですね、出力されますので各コンポーネントのアトリビュートをインラインに書き換えていただくといったこともですね、簡単に実現できるようになっています。 そしてこのアンプリファイ・スタジオの利用なんですけれども、こちらです、ね、特に AWS のアカウントがなくても、このスタジオ内だけで,です、ね、独自にユーザーを管理することができますので、まあ、例えばフロントエンドのエンジニアであったり、まあ、デザイナーの方がです、ね、まあ、AWS アカウント、まあ、そして IAM 権限を持っていないといったような場合でも、こちらのアンプリファイ・スタジオだけを使っていただくといったことが可能です。であとはです、ね、この React コンポーネントを自動生成する。 だけでではなくてですね先ほどご紹介したアンプリファイ・データストアで定義したあのグラフ QL のデータスキーマですねあちらをこの UI コンポーネントに直接マッピングするといったことが可能です、まあ、ですので最終的にあの自動生成するコードに関しては、まあ、そういったあのデータスキーマの他を含めたプロップスですねプロップスを含めた状態でコードを自動生成してくれるといったところもですね大きなメリットになっております はい、そしてですねあのこういったように、えー、データスキーマにですね、まあ、マッピングした UI コンポーネントを、まあ、リストで取得していきたい場合というのもよくあるケースかなと思いますでそういった場合に関してもです、ね、こちらの AmplifyStudio では、えーまあ、コンポーネントの一覧を取得してくる、まあ、実際の JavaScript のコードですね、まあ、AmplifyDataStore を使った JavaScript のコードを含めて自動生成してくれますので、まあ、つまりクライアント側としてはあのデータスキーマさえ決定してしまえば あとはですね裏側で実行されている API とかもしくはデータベースがどんなものかといったところを一切意識する必要がない状態になりますのでなのでデザイナーだけであったりもしくはフロントエンドのチームだけとかあのそういったような場合もでも、ね、データを動的に取得してくるアプリケーションを構築していただくことが可能です。 でちなみにですねこの AmplifyStudio がま動的にマッピングしてくれるこの AmplifyUI という CSS フレームワークなんですけれども、えーまあ、先ほどのようにですね、まあ、フレックスとかコンテナとかイメージとか、まあ、そういった汎用的な CSS コンポーネントもあの提供しているんですけれども、まあ、その中にもですね、まあ、こういった画面右の認証画面であったり、まあ、もしくはファイルのアップローダーとか、まあ、そういったですねバックエンドと連携するロジックも含めたコンポーネントっていうのもですね あの提供しておりますのでまあそういった形でまあロジックも含めたものも活用していただくことができますはいでは続いてはアンプリファイホスティングに関してですはいでこちらなんですけれども特徴としてはですねまあウェブアプリケーションのホスティングにあの使用できるものなんですけれどもえーまあユーザー側でですね設定していただくこととしてはまあ対象の Git ブランチを指定していただくだけで あとはアンプリファイホスティングが自動的にフレームワークを識別してビルドスクリプトの生成そしてホスティングまで行ってくれるようなサービスとなっております、はい、でまたですねあのスタティックなコンテンツだけではなくてサーバーサイドレンダリング SSR ですね SR s でのホスティングに関しても特にですねユーザー側で Node.js のレンダリングサーバーを用意することなくアンプリファイホスティング側でクラウドフロントであったり まあ、あとは、まあ、レンダリングするための、まあ、ラムダ1とか、まあ、そういったですね SSR に必要なコンポーネントを、まあ、サーバーレスな構成でですね自動生成してくれるのでなので、まあ、NextJS で SSR をするといったような場合は、まあ、このビルドパイプラインからあとはホスティングまでこれ全部ですねアンプリハイホスティングに任せるといったことが可能ですはいそしてですね加えて SSR だけではなくて、えー、インクリメンタルスタティックリジェネレーションまあ i s r ですね ISR にあるホスティングに関しても、えーまあ、アンプリファイホスティングが、ねまあ、マネージドなサーバーレスな構成を自動生成してくれるので、まあ、例えば SQS によるサイレンダリングの対象となるページのキューイングとか、まあ、もしくは実際にサイレンダリングをするラムダ関数とか、まあ、そういったですね ISR に必要なコンポーネントを、えー、こちらもアンプリファイホスティングが自動生成してくれるので、えー、なのでこちらもですね Next.js を使った ISR に関しても この AWS の環境内だけで完結させていただくことが可能です。はい、でこの Amplify ホスティングに関してもですね AmplifyCLI とあとはライブラリー i と同様にです、ねまあ、例えば CLI によるバックエンドの構築とか Amplify イライブラリーは一切必要ないといったような場合でも例えばホスティングの部分だけとあとはデプロイパイプラインをこ Amplify ホスティングに任せるといったことも可能ですし もしくは CICD は例えば AWS コードビルドでやって最終的なホスティングの例えば ISR のホスティングの部分だけを Amplify ホスティングに任せるといったことも可能ですなので必ずしもですねライブラリ CLI そしてホスティングのすべ、まあ、て使っていただくことはすべて使っていただくといった必要はですね全くないのでこちらのですね、まあ、各コンポーネントの選定に関しては、まあ、アプリケーションにですね必要な要素を選択してご活用いただければと思います ははい、ではここまでで、主、え、要、ー、機能の振り返りは以上とさせていただきまして、ここからはですね、GraphQL、えー、トランスフォーマーのバージョン2を使用した、えー、アンプリファにおけるです GraphQLAPI、ね、の、ま、スキーマの設計方法と、あとは注意点についてご紹介させていただきます。 はい、でまずアンプリファイではです、ね、このようにあのスキーマにです、ね、アットモデルとかアットプライマリーキーとか、まあ、そういった独自のです、ね、ディレクティブというものを追加することで、えーまあ、あとは GraphQL トランスフォーマーが、まあ、例えばアップシンクのリゾルバーを自動生成してくれたり、まあ、あとはスキーマに対応するダイナモ DB テーブルを自動的に生成してくれたり、えー、するそう,です、ね、そういったことが可能になっております。 でですね、ここではです、ね、このディレクティブをどのように使うかといったところとまたこういったディレクティブを追加することで、まあ、実際にどういったものがです、ね、自動生成されているのかといったところについてお話しさせていただこうと思います、はい、ではまずはです、ね、基本となるインデックスディレクティブとプライマリーキーディレクティブについてです。 でこの2つのです、ね、ディレクティブなんですけれどもこちらどうやって使うかといいますと、まあ、対象となるです、ね、フィールドに直接付与してあげることで、えーまあ、あとは GraphQL、ね、トランスフォーマーが、まあ、DynamoDB のパーティションキーとか、まあ、ソートキー、まあ、もしくはグローバルセカンダリリンデックスとかローカルセカンダリリンデックスというのを、えーまあ、生成してくれるので、まあ、そういったところに関してもです、ねまあ、直感的に、えー、DynamoDB のスキーマとまたは GraphQL のスキーマですね その二つをあの提示していただくことが可能となっております。はい。でこちらですねあの一点注意していただきたいこととしましては、まあ例えばこの画面左上のですね、パーティションキープライマリーキーディレクティブだけを使って、えー、まあ設計したですね、To Do モデルのスキーマなんですけれども、でこちらまあ例えば To Do 一覧を取得してこようと思った場合ですね。 えー、その場合グラフィケルトランスフォーマーが、まあ、リストトゥードゥースというあのクエリを自動生成してくれるんですけれども、まあ、他の場合でも例えばリスト〜何々といった形で、えーまあ、モデルの一覧を取得してくるようなですねクエリを自動生成してくれるんですけれども、まあ、こちらですね使っていただくことで、まあ、フィルターをかけた上で全権、えーまあ、取得、まあ、一覧を取得してくるといったことが可能なんですけれども、まあ、こちらですね裏側で呼び出される、まあ、実際のリゾルバーとしては まこちらの画面左下のように、まあ、DynamoDB のです、ね、スキャン API を使用して全権、えー、取得したデータに対してフィルターをかけるといったような挙動になりますので,なので対象のアイテム数がです、ね、増えてきた場合だったり、まあ、もしくは消費するあのリードキャパシティにユニット、まあ、そういった場合ですね 消費されるリードキャパシティユニットも多くなりますしもしくはスキャンに要する時間というのもですね長くなってきますので極力このようなスキャンによるデータの取得方法というのは避けるべきだと思います、はい、ではこれ解決策としてどういった方法が考えられるかといいますとこちら先ほど紹介させていただいたインデックスディレクティブですね。 でこちらを付与することで、えーまあ、裏側ではですねグローバルセカンダリーインデックスをあの定義することができますので、まあ、これでスキャンではなく、まあ、トゥードゥの一覧を DynamoDB、えーまあのクエリのオペレーションによってですね取得することが可能です。はい、ということで、まあ、こういったデータ量が多い場合にはですね、まあ、このグローバルセカンダリーインデックスを付与していただくことで、まあ、パフォーマンスの改善というのがですね、まあ、可能になる。 あ,のケースもあるんですけれども、まあ、必ずしもこれグローバルセカンダーリンデックス使うのがあの常に正解というわけではあの全くないのであの例えばスキャンするアイテム数が少ないだったりもしくはアプリケーションのですねあのクエリの要件としてそこまで高いパフォーマンスが求められていないとかあのそういったような場合はですねあのまあスキャンを使った方がむしろ好ましいといったケースもありますので、まあ、そのあたりもですねアプリケーションの要件に合わせてこのディレクティブをご活用いただければと思います。 はい、では続きまして、えー、モデル間のですねリレーションがある場合のスキーマ設計についてお話しさせていただきますでとアンプリファイはでは、ね、こういったハズメニーとかハズワンとかあとはメニート t o m a n とかあのそういったですねディレクティブを、まあ、モデル各モデルに付与していただくことで、えーまあ、モデル間のですねリレーションというのを定義することができます。はい でこういったあのディレクティブを使ってリレーションを定義していただきますと、まあ、実際のグラフ p h q l 上ではですね、まあ、こういった画面右のように、えーまあ、こういった深くネストしたクエリというのをこれ自動生成したコードだけで実現していただくことが可能です、はい、ではこの、えーまあ、HAZ1 とか HAZMENI とか、まあ、こういったディレクティブを使うことで裏側ではどういったものが生成されているかといいますと えー、まずはテーブルに関してはです、ね、これ、モデルごとに、えー、各モデルごとにあのテーブルが作られるような仕様になっております。まあ、なので、えー、例えばですね、まあ、こういった各グループの、画面右の各グループのまあ所属ユーザー一覧を取ってくる、まあ、クエリーですね、まあ、そういったものを実行した場合、これ、グループごとにグローバルセカンダリインデックスを使ってユーザーを取得するクエリーがですね、まあ、グループごとに実行されますので、 これデータの規模が大きくなってくると、まあ、N プラ1問題がですね深刻になることがあの容易に想像できるかなと思います。はい、でこれの解決策としてはですね、まあ、DynamoDB のベストプラクティスでもある、まあ、シングルテーブルデザインといたしましてであとはバッチゲットアイテムを実行する、えーまあ、カスタムのリゾルバーですね。リゾルバーを作成していただくことで、まあ、ある程度この問題は緩和できるんですけれども。 必ずしも開発コストがかかってくるので、まあ、例えば開発速度を重視するようなケースであったり、まあ、もしくはデータの規模がそこまで大きくないとか、あのそういったような場合は、ですね、先ほどのディレクティブを使っていただいて、えー、自動生成されたものをですね、使っていただいた方が、これ圧倒的にメリットがありますので、なので必ずしもですね、ベストプラクティス通りにあの設計しなくてはいけないというわけではないとこ、覚えておいていただければなと思います。はい、では続いて、オースフィールド。 ですね、オースディィレクティブについてですでこちらに関しては、えー、各データモデル、まあ、もしくはフィールド単位で、まあ、認可のルールを定義することができるディレクティブなんですけれどもでこちらはです、ね、原則として DenyByDefault、まあ、イイという形で、えーまあ、各オペレーションリードとかクリエイトとかアップデートとかあのそういったです、ね、あの操作権限をあの付与することができるんですけれども、まあ、こちら何もあの記述されていないものに関しては、まあ、デフォルトでディナイされるといったような 原則となっております、はい、なので例として、ですねこの左のスキーマに関しては、これ、フォンフィールドに関しては、ですね、まあ、オーナーに対して全権限が付与されているような状態なんですけれども、それ以外のフィールドに関しては、逆にオーナーではないユーザーからは、これ、リードだけが明示的に許可されていますので、なので、フォン以外のフィールドに関しては、リードだけの操作といったような権限設定となっております。 そしてですねこのグラフケルトランスフォーマーバージョン2によってこれ自動生成されるこの実際のリゾルバーなんですけれどもこちらデフォルトでですねパイプラインリゾルバーが自動生成されるようになっております、まあ、なのであの例えばですね認可のための処理だったりもしくは実際にデータ創生アクセスする処理ですね、まあ、そういったところがですねデフォルトで分割して生成されるような形になりますので、まあ、例えばこの後に独自のロジックを追加したりとかあのそういったようなあの操作に関しても これアンプリファイ上で簡単に実現していただけるようになっております。はい、それでは最後まとめに入りたいと思います。えー、ここまで,でですね、アンプリファイスタジオであったり、アンプリファイライブラリ、そしてアンプリファイ C ライの主要機能と、まあ、あとはですね、グラフ QL トランスフォーマーのバージョン2を使ったまあスキーマ設計方法についてご説明させていただきました。で、ここまででですね、あのお伝えしたかったこととしては。 まあ例えば ISR でのホスティング用途としてまあアンプリファイホスティングだけを使用するだったりまもしくは既存の API がある場合はアンプリファイライブラリだけを使うとかそういったですねあの必要なコンポーネントだけをあの選択してこちらのアンプリファイをご活用いただくこともできるんですけれどもま一方でですねあのもちろんデザインからバックエンド開発まそしてホスティングまでフルスタックな開発をこのアンプリファイだけで完結していただくことも可能ですので。 まあこちらもですねアプリケーションの要件に合わせて各機能を選択していただければと思います。はい、そしてですね最後にここまで伝えたかったことをもう一度まとめますとまあアンプリファイによるですね自動生成を駆使してまあ爆速で開発していただくことももちろんできますけれどもまあアンプリファイはですねあのまあ要件に応じていろいろカスタマイズしていただくことがあのメリットとなっておりますのでえまあ例えばエンタープライズなどのまあ大規模な開発組織であったり もしくはパフォーマンス的にですね、まあ、大規模なスケールが必要なアプリケーションとかあのそういったようなところに関しては、まあ、要件に合わせてですねあの各設定をカスタマイズしていただくことで、えー、なのでアプリケーション、そして開発チームの規模を問わずにアンプリファイを使って、えー、AWS の開発を効率化していただければなと思います。はいそれではですねこれで発表は以上となりますので引き続き AWS サミットオンラインをお楽しみいただければと思います。 はい、それではここまでご清聴ありがとうございましたご視聴いただき誠にありがとうございますセッションはお楽しみいただけましたでしょうか5月25日26日の開催期間中皆様からのご相談をチャットにて受け付けております AWS セッションの視聴画面からはスピーカーに直接質問をいただくことが可能です またさまざまな技術質問が可能な「a s k アンエ x スパートのコーナーもご用意しています。AWS 導入の最初のステップや見積もりについて知りたい方は「クラウド導入相談コーナー」のチャットより相談希望と記載ください。皆様からのさまざまな質問をお待ちしています。